屋に着いたぜおお久しぶりじゃなもちろんだ話してみろほうそんなことが聞きたいとはなまあいい知りたいならもう少し詳しく話してやろうかつて稲妻に名を馳せたライデン五家電 それはこの5つじゃった。雨の間、仏、一心、百目、千住。この5つの鍛造技術は、もともと将軍様から直々に賜ったものじゃ。それは多くの優秀な職人たちによって、より優れたものへと磨き上げられた。しかしその後、これら刀鍛冶の家系は、 次第に没落していった。現在も受け継がれているのは、我々雨の間ただ一つのみじゃ。じゃが、幸いにも近頃、楓原和葉が稲妻に戻り、一神殿の技術を受け継いだ。これにより、五家電もまだ二つは残っているということになる。わしの記憶が正しければ。 彼が刀を撃った時お前もその場におったはずじゃがそう言われたらオイラも思い出したぜ確かにそんなことあったなあの時はライデンゴカデンが没落したことを聞いてすごく悲しかった記憶があるぞ、はあそれがまた悲しい話なんだ 本来はわしなんぞが知るよしもないことじゃが、それぞれの家計が衰退する話を長年聞いてきて、理由さえ知らぬのはどうかと思ってな。気になって、楓原和葉に聞いたのだ。彼は、同じ雷電五ご家伝の末裔として、わしには知る権利があると言った。まあ。 お前に伝えてもかまわんじゃろただ聞いて嬉しくなるような話でもないがな雷電ご家電は猿投降の末裔に報復されたんじゃその者は狂ったように殺しを行ったとされている報復どうしてだ伝説によると 400年以上も前、タタラスナの炉心で事故が起こったらしい。現場にいたとある刀工が、他の者を助けるため、危険を顧みず、炉心の中へ飛び込んでいったと。タタラスナの探造精錬技術は優秀なものじゃった。当時、タタラスナを管理していた造兵士の神は、 庭という名字のもので、カエデハラと隕石の関係にあった。造幣師の神の庭様も、その刀工と一緒に炉の中へと飛び込んだそうな。後に炉心は安定したようじゃが、その時には、二人はもう、刀工の一族は没落し、その者の,の息子は、 誰も面倒を見てくれぬ孤児となって、毎日を憎しみの中で生きるようになった。彼はこのことを稲妻全体のせいにした。父の死について無関心な将軍様を恨み、父を救ってくれなかったすべてのものを憎んだんじゃ。じゃが、無力な彼は、 その恨みを子孫に継がせることしかできなかった。こうして、その一族は代々恨みを背負い、苦しみの中を生きた。物語はここで終わらない。100年前、一族の当時の当主は、現状にひどく不満を感じておった。じゃが、それを好転させる力もなかった。やがて、 彼は怒りを晴らすために極めて過激な決断をした。雷電五家電に復讐し、稲妻の鍛造事業の根幹を揺るがそうとしたのだ。その者のは百目一族の出でありながら、自らの一族の職人まであやめてしまった。百年ほど前。 すべての攻撃を主導したのが彼じゃった。じゃが、楓原家と上里家の末裔や東郷と対峙したおり、そばに居合わせた者がおったことで、彼は猛烈な反撃に遭い、その場で死したとされておる。そのおかげで、楓原が代表する一心竜も壊滅を免れた。 不幸中の幸いと言えるじゃろう。まだ他に聞いておきたいことはあるか声でほら、かちょうど昨日、ここに来ておったぞ。世間話などして、超飲んだ。様子を見るに、 元気そうじゃったな気にするなその表情だとまた他の場所に行くんだよなイヒヒオイラって結構顔色を見るのが上手いだろじゃあ次の場所に出発だオイラはどこまでもお前の後についていくぜ 旅人久しぶりだなもし奉行様とお嬢様を探してるのならあいにく今は府中にいないんだ公務に行ってるのかああ奉行様は公務に行っているお嬢様の方は奉行様の名代で会議に出席しているんだ休養があるならここで少し休んで待つといいどうするんだ中に入るか 他の人だったら当然ダメだが君は奉行様やお嬢様とも親しい中にあるからな問題はないありがとなじゃあ中に入るぜおやそのように私を見てどうしたんです何か聞きたいことでも <laughs> いいですよお嬢様から聞いたことがあるので。 あなたがあの旅人さんであることは知っていますよ。何を聞きたいのですか。あなたのおかげでお二人とも元気ですよ。お嬢様は近頃さまざまな会議に出席しています。時には奉行様を手伝って民間の組合にも顔を出していらっしゃるんですよ。 奉行様の方はというとあなたもご存知の通り相変わらずとても忙しくなさっておりますただ最近はご気分が良さそうでしたね聞いた感じ普段と変わらないってことかええ。 どうだ他に聞きたいことはあるかどういたしましてあなたがとても忙しいと伺っていなければ奉行府によく来るようお誘いしていたところですよ実のところお嬢様からよくあなたのことを伺うんですよあなたのようなお友達ができたことをとてもうれしく思っていらっしゃるようですそれに。 あなたがあらゆる面で素晴らしく尊敬できる方であるともおっしゃっていました私もあなたが稲妻に来られてからさまざまなことが良い方向へと向かっているような気がしますもしかしたら記事どれも心の底から思っていることですよ普段奉行様がお食事をなさるときはいつもトーマ様がお側に付き添っていらっしゃるんです その横でお二方のたわいのない話を聞くことが私が最も安らぎを感じるひとときなんですよ公務によってはやむなく外でお食事をされるときもありますただ奉行様は機会があれば船へお戻りになられてお食事をされる方が好きなんです奉行様が言うにはトーマ様の料理の腕は およその料理人よりも秀でているとのことです <laughs> 武行様はいつも家を思ってくださっているのですよご存知ないかもしれませんがお二方はあなたのこともお話しされますまるでとても長い付き合いで何でも話せるご友人についてのことのように語られるんですよお嬢様もたまにご一緒されることがあります 近頃何度かあった一家団らのひとときにはいつも趣のある人や見聞についての話がありましたその中にはやはりどれもあなたがいたのです先代奉行様と奥様が亡くなられてから上里家もこれだけの年月を歩んできたのですねばあやの私は奉行様とお嬢様の成長を見守ってきました 彼らの身分であなたのような趣のあって頼りになるご友人ができるなんて本当に良いことですもしお時間がありましたらいつでも奉行府へ遊びに来てくださいそれは良かったです <laughs> ありがとうございます <laughs> おいらここに来るのが好きだぜそれにおばあさんも言ってたけど しゃぶ業務の料理ってすごいんだってな。え、お色も食べたくなってきたぜ。今度はご飯を食べにじゃなくて遊びに来ようぜ。ご飯の時間の時にな。もちろんいいです。とも歓迎いたしますよ。じゃあおいらたちはこの辺で失礼するぜ。でも。うん、うん… 分かったぜじゃあなおばあさん見送りはしなくてもいいからな。えわ、え、かりました。また今度お会いしましょう。う二人とももう行くのか。おう、用事が済んだからな。心配しなくていいぞ。そうか、君たちの旅が順調であるよ、う祈るよ。さようなら でもここに来たのって何か物を探すためかそれとも人探しおや旅人にパイモングザビエどうしてここにいるんだこの近くで用事があってねそれに2人こそどうしてここへ聞きたいことがあるんだもちろん 俺はこここ一体の心を研究したことがある何が聞きたいんだ遠慮せず聞いてくれ。当然さ俺はこの近くを数え切れないほど歩いてきたからな。それに他の場所でも、かつてタタラスナに住んでいた人の子孫にあったことがある。彼らの口から語られるのは、どれもすべて真実の歴史さ。 ああ急にそう言われてもな二言三言で説明しきれるもんじゃないんだぞ知ってるだろタタラスナは歴史深い場所なんだ<ス>俺の知る限りタタラスナはタ造ゾー精錬業の中心地区の一つとして数千年にも及ぶ歴史を持ってるんだただ 2>, 2回ここ数年の1回何百年か前にもう1回だそういえば 稲妻の人に聞いたんだがタタラスナでは以前にもフォンテーヌの職人が来たことがあるらしいなどうやらこの2国の技術交流も歴史が深いものなのかもな聞けばそのフォンテーヌの職人というのも当時のタタラスナの重要な客人だったようだなあタタラスナに来て聞きたかったこと グザビエに聞いてみたらどうだおお、二人は歴史を研究しているんだなそうなんだよこいつ、今日はどうしたのか知らないけどずーっと歴史について聞き回ってるんだん急に歴史について興味を持ち始めたのか いいぞ、話してみろ。歌舞伎ふん聞いたことはないな。その言葉が稲妻では一般的に得意な行動を取るとか、ユニークな服装する人とかを指すのは知っている。俺もこの言葉にふさわしい人に会ってみたいとは思っていたが、残念ながらそのような人に会ったことはないし。 タトラスナに関係のある話でそのような噂を聞いたこともない <noise> なにどうってことないさもう行くのかそれじゃあなグザビエおう 気にするな役に立ててよかったよじゃあなどうやら知りたかったことは聞けたみたいだなうん。でもお前今日は本当にどうしたんだなんか悩んでるみたいだけど元気出せよな何があってもおいらがそばにいるぜ 遠慮するなっておいちゃんなひーだ おやあなたたちは赤羽に沢だお前たちまだここにいたのか、まああもし時間があったらぜひまた僕たちの話に参加してくれいいけど何を話せばいいんだ もちろんこの前の話題さタタラスナについてまだ聞きたいことがあるんだよなヒ <laughs> いッオイラたちも話に混ざろうぜとはいえ進展はいまいちでなんああもちろん 僕のもいるかい？どう？